第作者詩文と続けて声を合わせて読んでいってください。どうぞ、はい、高校徒歩風急に天蛇行して炎症悲し渚清く砂使用して鳥飛び巡る無辺の落木少々として下り婦人の長江こんこんとして来たる万里飛衆飛衆常に核となり百年多病一人台に登る艦難花肌恨む半層の美老頭新たにとどむ落首の灰、はい、すみませんが、解説は通訳は割愛させていただきます。私も2行ずついきますね。風急に天蛇行して炎症という節で 中山の5のところちょっと伸びる大山の6のところうんと伸ばすという節なんです。炎症ここだけどうぞ。炎症して鳥飛び巡る中山なんですけれども7から始まる中山で鳥の塔はね6にしてるけどこれは縦符では別に6から出ろという指定はありませんがもともとの川田新選の節というか筆残っているものが鳥飛びの塔が6で出ているのでそれに習いました。だから、ピーってやってもらっても別に構いません。間違いではありません。ここでは、ってやりました。どちらでも結構です。次いきます。無辺の落木少々として下り
ないのでね、この、35ページ側のこの一人第二の一人の箱入れがですね、あの一人一人ね、で、あのこの一人ポンとこう引っ張るのにしたのは、あのまあ模範となる CD が今決定版が出てないことと、あのこれまでその川田新生のやってるその節がですね、ここの度ここで変わりまして、一人だいという節だったんですね。だからあの今一応拍入れはこう伸ばす、ピッてこう伸ばす節にしています。あの来年延期になってる CD が出たら、ひょっとして拍入れがになるかもしれません。まあ、今のところ これでいってます。どちらも白衣です。あんまんはなはだ恨むはんそのThank you.
とどむで、横譜と一音違うことを弾いたらたちまち皆さん混乱させてしまったんですけど、あの横譜が決定版ではありません。あくまで縦譜が決定版です。ということは、あらたにとどむを使うは絶対です。どこまで下まで下がった後は、どこに上がるのか。どちらでもいいです。首が先なのか、ファミってやるのが先なのか、ファミ飛ばすのか、そういうことは何か一つが正解ではないので、そのうちの正解の一つを取る感じですが、ファミ上がらないのが絶対なんだなとか、そういう理解がされませんように、どうなってもその辺は自由な節、縦譜をもとにやってください。もう一回言いますと、ではどうです。ここに書いて、右に戻るように書いてますけども、まず言ってもらってもいいです。このままでももちろんいいです。実験、冒険したくなる人は、このままで、言ってもらって、この通りでももちろんいいです。その他のバリエーションもあるので、この他のちょっと違うことをしても不正解だということを思われませんようにお願いします。